サルフの方は予想フォーメーション 3-4-2-1 となっています。ゴールキーパーは今村、3バック右から長谷川、奈坂、そして深湊、ボランチ今節は江口と竹村のコンビ予想しております。4月14日北九州戦以来のスタメン、そしてコンビとなります。アウェーの FC 琉球のスタメン、こちらはフォーメーション 4-4-2 とを予想しております。ゴールキーパー東、4バック右から高安、増谷、そして鈴木と藤原となっております。そして右に岩渕がいるでしょうか。その後方ディフェンダーの高安がここは展開、ちらっと周りを見て中に送る、スルー落ちてシュートまではいかない、ただもう一度後ろからいった、なんとか防いだ今村。さあここはしのぎどころ、セットプレー守りきりたいです。さぬき、先ほど好セーブがありましたキーパー今村、ゆっくりとここは助走を取ります。飛びどころ狙ったゴールの、ここは決まっている、サイドギリギリのところ、琉球がここはセットプレーから得点上げてきました。一瞬サイドネットかと思いましたけれども、しっかりとここは際どいところ決めきっていきました琉球。先制点このセットプレーものにしていきました。富所優のここは得点、そしてこの辺りから1本の縦パスが出たりします。ここはふわっとやはり浮かせて変化をつけてきました。目線を変えるようなボール、そしてこれがつながる、縦につながって、そして白井のシュート、フィニッシュまでしっかりと琉球持っていきます。ちょっと悔しい表情の白井です。ボールをつないでいこうという琉球です。そのパスの出しどころ、受けどころをなんとか狙っていきたい佐々木。さあ吉田健太郎仕掛けて、うん、ここはシュートだ、枠の左、白井がボールを取って中央に攻撃があるが、その奥が群れ、トラップゴールならず、トラップせずに直接ここは打っていきました。中は矢岸、ファーには下川もいるが、相手に当たって竹村、長谷川、ふわっと浮かせたボール、富永落としたところシュート、ポスト、完全に枠は捉えておりましたけれども、岩岸のシュートはここはゴールならず、富永が落としてシュート、裏を狙う、こぼれたところ、富永かわしてシュート、後ろからもう一丁放っていった竹村。そして周りを見ながらという琉球の攻撃、縦にボールが出る、富所から中に入った、琉球のここはシュート、途中出場井原のシュートでした。さあここはどうか、高さのある選手も複数、ディフェンダー陣も上がっています。各選手動いて、奈良坂惜しくもゴールの上、そのオフェンスに厚みが出ていく琉球、そしてアイディア豊富、抜け出した、冷静に決めたと思ったがゴールの左だ、ボールは枠に向かっていきましたが左、惜しいシーンでした井原。そして森優斗、ここは渡らず、ただもう一度奪い返す吉田陣平、前川サイド開いて佐合クロスを入れる、赤星のヘディング、ゴールの上です。形作っていきました佐々木。この試合は川西は出場、そしてベンチ入りもしておりません。吉田陣平、後方前川浮かせてノーファールです。この表情、米山監督、米山監督にここは
あおそらくあイエローカード出されました。素早くサヌキの方は前線運んでいきたいところ。そらして3号ライン割って琉球ボール、うん、今長い笛が吹かれました。ここで試合終了となります。タイムアップ。蒲田前レサヌキ対 FC 琉球の一戦、七夕決戦となりました。この試合勝ち点3、見事白星つかみました。アウェーの FC 琉球連敗ストップです。